スターリング、アーセナルデビュー、みんなの反応がこちらです。プレミアリーグ第4節、アウェイでのノースロンドンダービーに1点リードの後半80分から途中出場。アルテタクルーナ、絶対ガビのままがいい。この守備が超重要な試合で、守備に難ありのスターリングをデビューさせるんですか。ちょっと待て、代わりにマルティネッリ下げるんか。スターリングなんか僅差のリードで出す戦しちゃうぞ。スターリングが起点で失点したら二度と応援できなくなるかもしれない。頼むぞ。スターリングの守備、一回切り替えされるだけで無効化されるのきつすぎん。ここ最近前線の選手らは当たり前のようにプレスバックして守備に戻ってたから、スターリングがちんたら起陣するのを見て普通にイラついた。振り切られたらそこで自分の仕事はおしまいな。スターリング vs 一回切り替えされてもついていってシュートブロックするのはネリ。マジかよ、あれで守備する方なのか。スターリングよ、守備強度の低い選手は生き残れないぞ。スターリング、あの守備ならネルソンをレンタルバックしたい。ところで、スターリング30分くらいしか出てないのに最後の方も奪ててませんでした。今、見返してたら、みんなスターリングに走れ、って言ってて笑った。帰ったばかりのスターリングより120分戦った後のマルティネッリの方が守備いいだろ。スターリングはさっさとアーセナルの守備を覚えなさい。スターリングのネガトラ想像以上に終わってて笑った。マジでただ近く散歩してるだけ。とりあえずアルテタにと叱られてください。